ローラン・カンテは、フランスの映画監督。4作目の長編監督作、パリ20区、僕たちのクラスで、カンヌ国際映画祭のバルムドールを受賞したことで、知られる。1986年に高等映画学院を卒業し、テレビで、ドキュメンタリー制作に携わる。その後、短編映画をいくつか制作し、1999年に、ヒューマンリソースで、 長編映画デビューをする。この作品で、セザール賞の新人監督賞を受賞した。2001年に、第2作、タイムアウトを発表。ベネツィア国際映画祭で上映され、続く2005年の3作目、南へ向かう、女たちは、同映画祭のコンペティション部門へと出品された。2008年、第四作となる、パリ20区、僕たちのクラスを、第61回カヌ。 国際映画祭コンペティション部門に出品。フランスの中学校の教育現場を疑似ドキュメンタリー風に描き高い評価を得て、フランスの映画としては、悪魔の火の下に、以来21年ぶりとなるパルムドールに輝いた。審査委員長のショーンペンによれば、審査員全員一致で決まったという。また、第81回アカデミー賞の外国語映画賞の、 フランス代表に選ばれ、候補にもなった。現代のアントレレ・マーズを直訳すると、壁の間で、A 代はザ・クラス。原作は、作者の半自伝的小説で、作者自身を教師役に起用、また中学生役には演技経験のない地元の中学生をオーディションで選んだ。 http://cinema-magazine.com スラッシュプログラムスラッシュブログスラッシュ kanrininblog.php ブロジドイコール1426ありがとうございます